あ、僕もちょっと身内感あるんで、はい、お話感覚でもう撮ってますけどもね。あ、渋く決めていいですか。あ、渋く決めていいですよ。もう渋く決めていいですかって聞いたのも、もう僕の、はい、僕のあと一つの女子もらっていいですか。はい、こう振ってもらっていいですか。で、戻ってもらっていいですか。はい、どうでした今日。え、今日っすか。今日っすか出てるわけねえな。淡路島センター。いや、みんな体調すごく悪かったんですけど、まあ、その中でもいい試合できたと思います。なるほどですね、はい。まあ、ちょっと3人という厳しい戦いではありましたけども、その辺はどうお考えですか。そうですね、はい。まあ、そうですね、3人だったんですけど、最後まあちょっと長谷川さん戻ってきてくれたんで、ね、長谷川さんやっと来てくれましたね。いや、写真だけ撮れました写真撮りただそれでも足りてないですからね4名、はい。ちなみにこの BG さん、どういうあれで BG さんだったんですか。なんで四角に来るんですか、翔さん。BG の名前ですか。はい、BG さん。それはもう翔さん。そうそう。これも今日行ってくれたよ。ゲットバッカーです。あ、勝利だね。あ、GB。はい。あ、奪還的なこと。逆っす。あ、逆だ。BG でもらってましたね。ゲットバッカーです。BG で言いました。GB ですね。あのジャンプでやったやつか。そうっす。懐かしい。そしてここは会社のメンバーということで、はい、はい、我々の水曜コサルにも出ていただいてます。先週はちょっとお忙しかったようで。忙しいんですよ。お忙しいんです。いや、何よりですよ、でも。儲かって。ただ、たまにはフットサルモードのことを思い出してくださいね。はい。はい、また、今度は人数揃えてね、ぜひ。大会待ってますんで。はい。はい。ぜひ、遊びしてください。はい。ありがとうございます。じゃあ、コサルで待ってます。今日はありがとうございました。どうも。小川さんがいない。おかしい。じゃあ、ラスト、小川さんで。ありがとうございました。